はい、てなわけで、こんにちは、ビッグボーイです。おかげさまで、チャンネルの登録者数が1万人を超えました。ありがとうございます。で、映像を見てもらえば分かるように、モダンオフェア2をなんとなく遊びました。記念的な形で、ちょっとプレゼント企画とかじゃないのはちょっと申し訳ないけど、2017年の12月1日にね、遊んで、日本人はね、一回もマッチングしなかった。でも、外人とは比較的マッチングして、まあ、ファックファック聞こえてくるから、ミュートにして遊んだけど、まあ、回線が4ピンになることはなかったけど、だいたい2ピン、よくて3ピン。ホストになれたら、まあ、みんなを撲殺できるぐらいの回線で遊べるんだけど、まあ、これはまあ、モダンオフェア2は、僕が初めて遊んだ COD で結構思い出深いんだけど、もうこのゲームも8年前のゲームだね。でもそれでも今まで遊んだ中の COD では一番面白いと思ってるんで、唯一スナイパーも結構使っていたゲームなんで、まあでもこのゲームストッピングパワーとか、あとなんだろう、エイムが速くなるパークとかがあったから、スナイパーがぶっ壊れ性能っていうのもあるんだけど、このまあホールドでハリアを奪おうとしたりするけどやられてストリークもね、強いものが多かったもんね、この頃で。当初はね、チャンネル登録者数1万人を目指してやってたんで、まあ、5000人もいけばいいかなと思ってたけど、なんか1万人に届いちゃったんで、まあこれまで通り別、まあこれまでとまあ、まあこれまで通りの動画投稿を続けていきます。さて、じゃあちょっと動画の方の話に移ろう。まあモダンオフェア2をねやって、やっぱり思うのはね、ワールドウォー2やったせいかもしんないけど、マップがいいよね。マップ決してあの狭すぎず広すぎずなんだけど、広いマップでもちゃんと敵味方がバランスよく湧くようになってるというか、なんかもう一言では言えないけど、とにかくリスポンがいい。ぜひともこういうモダンオフェアシリーズとか、まあ、あとは BO シリーズとかのマップをワールドウォー2に移植してほしいと思ったりするけど、ただワールドウォー2開発がスレッジハマーなんで、アクティとかの多分マップは移植不可だと思うんで、だから他作品のマップはほぼ確実に移植はされないと思います。いやほんとね、この武器なんだっけな、インターベーションだっけ、スイスイ撃ててすんげえ使いやすい。あとはまあバレットとかもあったけど、バレットの場合はボルトアクションじゃないから、あの中にはレンコンとかで、あの連射パッドコントローラーっていうのか、あれで射撃ボタンに連射を割り当ててズドドドドドンとバレット撃ってくるような人もいたし、でこのマップはアフガンだ。アフガンというか、基本的にモダンオフェア2スナイパーマップが多い方だったが、スナイパーマップじゃなくても全然スナイパーで戦えるぐらい性能が良かったし、だけどこの場面、このインタベがやたら反証して2人にやられるという、ここスナイパー集まりやすいんだよね、すぐ横にいるから倒して。こんなスイスイ当たる素晴らしいスナイパーがあるのはきっとモダンオフェア2だけ。モダンオフェア2もリマスターしてくんないかな。でチート部屋の方は10戦ぐらいやって1回だけチートっぽい部屋に入ったけど、まあ、そんなに悪質なチートとかというよりかは、なんかみんなの名前が光り輝いているとかその程度なんだけど、まあ、あとなんだろう、これは昔からあるけど、なんかランクのアイコンがなかったりしたりするのは一体どういうことなのか未だによくわかんないけど、まあ、ハリア君呼んで、このハリアね、撃たれたら一瞬で落ちるけど、
撃たれないと、誰も落とせないと、ほんとすごいポンポン倒してくれちゃうっていうね。で今のところ生きてれば AC 呼べたけど、普通に死んで、あとはこのナイフだ、ナイフ、モダンのナイフね、あのコマンドっていうパークがあったから、コマンドがなくてもすごいナイフって吸い付き判定があった頃なんだけど、コマンドをつけるともうナイフかざせばもうシュンと刺せる。だから当時は他に移動速度がアップする、なんだっけ、ライトウェイトか、ライトウェイトと、あとマラソン、そしてコマンドと合わせてナイファーがね暗躍したりした頃でもあった。だから普通に通路とかをその状態で、あのタクティカルナイフとかで走ってたらもうサク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 刺せてしまうからね。まあこの作品以降はコマンドあったっけな、なくなってたかもしんない。あとはそうだな、そうだ、モダン2唯一サブにショットガンが持てた COD なんだ。だけど初めてやった COD はモダンオフェア2だったから、サブにショットガン持てるのが当たり前だと思ってて、それ以降はメイン武器にショットガンっていう形になったから、どうもそれ以降はショットガンを使うことがなくなってしまって、ずっとサブ武器で使うっていうイメージがあったから。あとはまあマシンピストルとかも強いしな、基本的にモダンシリーズサブ武器が強い傾向が高いよね。あの COD4 はそうでもないけど、てなわけでいろいろグダグダ言ったけど、モダンオフェア2を1万人記念としてちょっとだけ遊んでみました。まあでも以前と変わらずにゆるい動画ばっかり投稿していくんで、まあ何卒よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。